ズッポン。ですね。今ちゃんと撮ってることが確認したんでしょ。今一回先撮れてなかった。撮れてなかったから。先撮れてなかったさ。あ、消えました立花さんってやったけど、よくよく見たらその容量がいっぱいになったのかなっていう、今まで容量がいっぱいになったっていうのはさ、いっぱいあったからさ、なるほど、そういうことかなと思って、あ、ごめんごめん、前のね、V 消すの忘れてたわ、もうちゃんとしてくださいよぐらいのね、もう確認してたらさ、一つも残ってなくてさ、その撮れませんでしたって言っても5分ぐらい撮ってたやつをさ、一つも残ってなくてさ、これよくよく考えたら武田あの録画ボタン押してねえんじゃねえかっていう疑惑がさ今ここで、あ、そうなんですね、そうですね、いやー本当に、でそれで僕はって喋り出した瞬間、めちゃくちゃ確認したの、確認した、いやちゃんと、はい、赤い点滅ラインがねありました、これ録画できておりますできておりますよ、まあ余談ですけど、どうですか最近は最近はどうなんですか、あのね、はい、じゃあね戻りますけど、だから今撮れてなかったくだりをやるよ、今から初めてかのように、ああそうですか、お願いしますね、はい、あのね、私のね YouTube やってますけれども、前回のね、はい、録画撮影の時に、この世界の片隅にをね、ああやりましたね、やったあのアニメ映画のアニメの映画、はいはい、そうあの戦争のね、はい、時代のクレイの話、はい、あれがね再生回数が、ね、1600を超えまして、1600 1600ですか全部一回やったくらいやからそれは言わない約束じゃないですか、上手だねやっぱテレビ長いとね、1600ね、行ったんですよ。1600ってすごいですね。すごいんですよ。僕らに関して言えばすごいんですよ。だって今までね、どんだけ頑張っても、もう300とか。うわぁ、いや300でもすごいですよ。いや、すごくないですよ。すごくないですか、だって YouTuber の人見たら何十万回っていうものがあってますから。僕らなんかもう、本当にね、YouTube 弱者ですから、1600なんて、でもすごい、いやー、ね、すごい、1000を超える方々が、そうですよ、1600、1週間で1600ですよ、いや、すごいですね、すごくないですか、で、その後に流した武田の、まな娘の成長日記、はい、9とかですいやいや、まあ、確かにね、あれはいい動画でしたよ、いい動画でしたけどね、幸せになるいい動画でしたけど、9です、そうですか、やっぱり何が違うっていうと、そのタイトルが違うんですか、そうですね、やっぱりタイトルで、やっぱり、皆さんが、はい、世間一般の方が注目しているやつをタイトルに入れると、はい、やっぱり皆さん検索した時に見つけるんでしょうね、お見てくださる、見てくださる、やっぱね、トーク力が我々ありますから、いやこう引き込んでいって、こうタイトルでね、タイトルで見る、タイトルで検索して、うん、でまああのあれですよ、あの再生時間とかも出ますから、あそうなんですか、見たら3分、おお3分、平均再生時間3分、あの動画で多分15、6分あると思う、あ結構喋ってますね結構喋ってるんだ、15、6分もないから12、3分かもある、それぐらいあるんだけど、まあ序盤で、あ違うなって、あ違うあ君のあこれはもしかしたらちょっと、はい、あの映像見れるのかなと思って、ああ、ね、劇中の映像でも見れるのかなと思ったら、急にビッグダディが話してビッグダディ、もうだから1000人を超える方がこのビッグダディの顔を見てるわけですね前回はビッグダディじゃなかった、前回は違いましたか、うん、あの1ヶ月経ってビッグダディになったっ、あなるほどなるほど、そうですか、じゃあなんかやりましょうよ、その、うん、あのキャッチーなタイトルの、うん、なんかないですか、ここまでやっとったのかな前回は、ああそうですね、うん、ここまでこの辺までは撮ったんで、ね、ここからがニューのやつです、ニューですか、ね、いいんですそんな話はなんかないんですか、え見てくださいこれをね、ちょっと、うん、ちょっと個人情報を削除してね見せますけれど、何ですか、見えますか、君の名はちょっと待って君の名はについて話す感じですか、そうですね完全に全く同じジャンルじゃないですか、アニメっていう、でもあの、うん、人気があったから、いやいや、まあ確かにね、ええ、去年を振り返れば、そうもう君の名はやっぱトップでしょ、
石振りを超えるか超えないか。いや知ってます知ってます言ってますから。君の名はをタイトルにしたらちょっと古くないですかちょっと後追い感が否めないんですけど。いやでも大丈夫ですか。だから、独自目線でそれも含めてね、はい、うん、今君の名はのことを喋ったらどれぐらいヒットが稼げるんだみたいな。そうでしょうね、うん、それでやっぱり、まあまあ、旬のものじゃないとダメなんだなって分かればこれから旬のものをね一生懸命探していくという取り入れていこうっていう。まあでも世界の片隅ですら1600ですから、うん、その倍はいけるんじゃないですか。3000ぐらいかもしれないですよ、うんうん、君のちょっとあご覧になったと。昨日ね。昨日むちゃ最近。いやすごいっすね。そのためだけに見に行ってるじゃないですか。そうでよ。あそうでよ。あそうですか。喋だみ何にも見ないとさ。はいはい。見ないと喋ったら多分爆満みたいになっちゃう。あありましたね。ふわふわしたまま終わるっていう。武田さんがいい映画だ映画いい映画だっつって、はい、何どうせ事務所の都合だろみたいなキャスティングさっつって。あんなのダメだよって言って終わっちゃったからね。あそうですね、うん、それ良くないですね。それ良くないな。あでご覧になってご覧になりました。どうでしたか。面白かった。あ面白かった。面白かった。思いのほか面白かった。思いのほか、うん、おチャラチャラしてんのかなと思ったら。チャラチャラしてる映画ってどんなことですか。どんな映画をチャラチャラしてるというんですか。してなくもないけど。おあなんかちょっと媚びを売るみたいな感動の押し売りみたいなやつじゃないかと思ってたわけですね。まあ、感動は押し売ってたけどね。あそうですか。うんでも面白かったよ。あ、こういうことなんだと思って。こういうトリックがあるんだと思って。もうネタバレしちゃってもいいでしょ、こんだけみんな見てるしさ。そうっすね、武田さんがもう見ないって言うんだと、見ないでしょ、まあ、見ないですね。ネタバレしても大丈夫ですか。あのね、あじゃあもうあの君の名はネタバレっていうについての動画。いやまあだからここからはネタバレなんで切ってください。あなるほど。見たくない人はここで切ってください。もうでもみんな見てるから大丈夫。ほうほうほう。あのすごいあの普通にだね普通にだはいネタバレですね。もう普通にだがもうすごい普通にだをめぐってさみんながもううわってなるから君入れ替わる、うん、普通にだと入れ替わっちゃうからさ心が入れ替わっちゃうやつなんですね。心が入れ替わっちゃうんです。おお入れ替わっちゃう、うん、男と女の子と、ね、遠いところに住んでるね。はいはいはい。飛騨、飛騨の方と東京の方とかね。ああ飛騨高山の飛騨、ね、そうからもうなんか1日おきとか3日にじゃ1週間に 2,3 回って最終的には言ってたぐらいでこう急に朝起きたらあっ私が男になっている、俺が女になっているみたいな。へでそのまま1日過ごして携帯が鳴って一日過ごして、はい、でまた寝たら元に戻ってるみたいなことを繰り返すみたいな話です。だからまあね、時を違うわ、同級生とか入れ替わるやつですね。はいはいはい。入れ替わり系階段、階段落ちたら入れ替わってるみたいなやつですね。そうみたいな入れ替わり系かなと思って普通に。だからなんか入れ替わっててあの人誰なんだろうつって会いに行ってよかったねみたいな話かなと思ってたら、はいはい、これがね、びっくり。お実は入れ替わっている女の子の方、飛騨の女の子の方が、はい、実は3年前に亡くなっているという設定がありまして、これがびっくりでしょ、なんでと思って、あのね飛騨の方にはね3年前隕石が落ちてね村ごと消滅したっていう。マジっすか。箱がありまして。飛騨すごいすごいっすね。だからその消滅した村の女の子と今の男子が入れ替わってる。入れ替わってたんですよ。まあいろいろあるんですよ。実は神主でそのなんか神がかったそういうねなんか現象を代々こう、うんうん、自分でトリップしちゃうような家系とかそういういろいろね、はいはいはい、一応いろんな伏線がある。伏線というか、うんうんうん、変わった理由がね、言い訳がねある言い訳じゃない、変わってしまった理由です理由とかがあるんですけど、はい、まあでもだからねSF でした。めっちゃ SF で、そうですか。 でもなんかちょっとある程度 その裏付けを取れた SF で、でだからね気づくんですよ。ある日突然その女の子と音信が普通になるんですよ、うん、で入れ替わりもなくなくなっちゃう。入れ替わりなくなるんですよ、はい、入れ替わらなくなって、でもその時に入れ替わってる時に互いに迷惑をかけずに生活しようって言って自分のこう
情報とかこんなことしちゃダメとかあいつは誰だとか互いの携帯にこうメモで残していったりしてでこう情報やりとりをしていってでまあ生活してたんですけどそれがある日こうバッと途絶えてしまうで自分の携帯電話番号も相手の携帯にこう登録するから電話もかかるはずなんだけど電話もかからないどうしたんだこれはどういうことだって会いに行ったら飛騨でその村はもうないよ3年前にないよもうなくなってるよって、どういうことだろうってなるんですけどで最終的にねまあそのもう一度3年前の彼女と交信ができて、はい、ちょうど隕石が落ちるその日にもう一回交信して、はい、でそのこういうことになるからなんとか村を出てくれと出てくれとで会おうみたいな話でこうバッとこう作戦をね練ってねでまあ村はなお大丈夫全員避難できるんですけどああそうですか、うん、ほうほうでもねその夢の中のことはすぐ忘れてしまうっていう設定がありましてねほうほうほうよくなんか朝起きた時に泣いてるけどどんな夢やったか分からないみたいなありますありますあれにちょっと引っ掛けてるんですけどだから相手の名前を覚えとかないといけないあの人に会うために私は生きなければいけないみたいなあの人の名前を絶対に忘れへんぞって言うけど実はそれが夢の中入れ替わってる時がこう夢の中だったっていうのもあるので忘れてしまうんですよ、うん、だからギリギリでなんていうの最後の日に入れ替わってそのね隕石が落ちる日に男の子が入れ替わってで入れ替わってたままこのみんなを助けようとするけどそれが無理やって元に戻って最後に女の子はもう一回入れ替わろうとするんですよじゃあ、 助けようとして、まあ、助かるんですけどでもそのもう途中からもう忘れてしまうんですよあの人に会わなきゃいけないのにみたいな名前を、うん、おーでも君の名はってタイトルなんですけどねはーでもなるほど名前も存在も忘れてしまうけどほうほうほう最終的にパッと会ってああなたに会いたかったんですって言って終わる話なんですけど、ええー、話じゃないですか結構いい話なんです、そのね結構そのあのねその時間ずれものなのでそういうあこういう話なんやと思って単純ではなくてこう SF のなんか素材とかがいっぱい入っててあ普通にあ面白かったなと思ってでもねそんなに何回も入れ替わってんねんから年号違うの気づくと思うねんけどなあでもどっかにはね書いてあったりするんでしょうね映画上でも我々は一回ねああなるほどね見てるから気づくけど、うん、みたいな、うん、そういう伏線的なそうそうそうね気づけよって思うんですよおーそういやそういうなんか伏線ものの映画好きっすわ伏線ものの映画好きっすでもそれ聞いてから見に行こうかなあそういう映画なんですね単なるアニメ映画とはちょっと違うと、うんまあ、単なるアニメ映画で、まあ、ツッコミどころいっぱいあるんですよあそうなんですか例えば飛騨高山の、はい、その、まあ、これはその男の子が過去の女の子ともう一度最後にもう一回入れ替わるっていうあのきっかけになるものなんですけど、うん、その神社の娘さんなんですよ、はいはいはい、で巫女さんもやってるんですけどそこの御神体がすっごい山の上のすごいカルデラっていうの、はいはい、山の上のこうちょっとこうああカルデラはいはいはいカルデラっていうのやったっけ、はいはい、だけどこう山の上登ったらこう落ちててでその上のなそのとこになんか御神体があってすごい山を登っていかなきゃいけないみたいな、はい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 、あるんですよでそこにその女の子のはまあまあなんか神聖な儀式をして女の子の半身だみたいなお酒をね、はい、そこに上納というかお供えするんですよ、はいはい、でだからそれをしていてでしかもそれが男の子が入れ替わってる時にお供えしたから男の子が覚えててでそこに行ってそのお酒を飲んだら入れ替わるあの時のあの子に入れ替われたみたいな、まあ、そんなのがあるんですけど全部言っちゃうけどおはははそのねすげえ山の上でもう見るからに一日どんなこんな山登ってしかもこう
あの山の上登ってさ、こうここに立った時にさ、はいはい、ここの見晴らしとかもすごいのよでしょうね、うん、っていうところやのに、はいはい、多分もう最後隕石落ちてくるぞっていう、そのもう20分前ぐらいじゃないのっていう時にここにいてやばいやばいやばい、そっから全員を避難させれたっていうのは本当っていう、まあ、奇跡ですわな、うん、なんかそういう、ね、あツッコミどころですね、なんか分かんないけど、うん、なんか僕の中の体感でそれは間に合わねえんじゃねえのっていう、うん、なんとなく分かんない、飛騨行ったことないから実はそんなに大したことないのかもしれないけど、田舎育ちだから足腰がいいのかもしれないけど、個人的にそれ間に合うそれが間に合うんだったらそんなに隕石大したことなかったんじゃねえのみたいな、ああまあまあまあ、そういうね、なんか、まあ、そこはリアリティにちょっと欠けるところもあると、なんか、ね、うん、そこちょっとね、なんかギリギリ感いいじゃないですか、そこはギリギリ感出しすぎじゃないそこはアニメですか、いやだから、だからそうなんだ、だからそこをねアニメだからって言っちゃうと子供騙しだなって言われちゃうわけじゃないですか、なるほど、だからこの世界の片隅にはそれがないんですよ、まあ、あるんですけど、ちょっとしたユーモアみたいにしちゃう、ユーモアみたいにしてるから僕もいいかなと思うんですけど、物語の核の部分でそれをやられると、なんかああそう間に合ったんだ、もうちょっとギリギリじゃなくてもよくね、十分やばくね、もうそんなにギリギリじゃなくても十分やばくねみたいな、そのあのわざわざさ爆弾爆発する10の1のところの 0.0 何秒で止めなく成功しなくてもよくねみたいな、ああなるほどね、うん、そうか、でも、まだ8秒残して止まってもちょっとお止まったんかいみたいな、ならないですか、いやだからもうそれはさ確かにそうかもしれへんそれは確かにそうかもしれへんねんけど、もうギリギリ感をさ今までもういろんなもの作品が使いすぎててさ、はいはい、ああなるほどなるほど、要はもう使い古された手法じゃないですか、どうせ助かるんやろって思ってしまう人がおるっていうことはもうその手法俺使ったらあかんと思う、ああそうっすね、確かに思わへん、まあ、ベタなところに落ち着くっていうのはまあ確かにあります、いやいいねんけど、どっかでよぎるやん、なんかうわぎあえてギリギリはいらんなんかやっと一難去ってよしこれでいけると思ったらまたいらん、はいはいはい、なんかアクシデントがあってまた行かれへんまたギリギリやみたいなって持ってないって思ってしまうのよね、はい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 、なんかそういうまあ、ちょっとうがった見方やけど、でもそういうのってもうこの映画というか物語というかもうずっと、まあ、映画ができて何十年ってテレビができて何十年、うん、何百年ってある歴史の中でさ、そういうのはもうみんなが使ってるわけやんか、 そうですね、それをさもう使ってたらさ要はなんか安牌のところに逃げててさ、だから時代に合ってないっていうかその手法がっていうのはちょっと僕は思ったかな、もう時代も違うし、ね、今インターネットもこんだけ普及してっていう今だからこそうわやべって思えるリアリティってどっか別のところにあるんじゃないって、80年代70年代もっと昔のそのリアリティってもう今使わなくてもいいんじゃねって思うねんけどな、なるほどなるほど、まあそこまでの天才が少ないんじゃないですか、さすがに天才は少ないとは思いますけどね、確かに分かんない、でも多分だからいやもっと言ったら制作委員会方式とかプロデューサー方式とか、うんうんうん、要はこっちの方がいいからっていう、うん、監督ではない大人の力とかも、まあ、違うパワーがね、うん、絶対あると思うし、それ分かんないよ、僕はその現場の人間じゃないし、はいはい、何も分かんないから、そういうの、そういうの全くそういう現場に立ち会ったことはないからあれやけど、もしかしたらああまあ8秒ぐらいもうちょっとこれぐらいでいいかなっていうところで、いやこれじゃあちょっと盛り上がらないよってもうちょっと遅くしようよみたいなプロデューサーの意見とかが出たりもしてる可能性もあるしさ、なんかそのね
だから純粋に作品を追求してる人は多分おると思うんだけど、それを取り巻く周りのお金とかがすげえ大きくなってるから、なんかその辺でなんかややこしくなってるような気もすんねんけどなとは思いますね。もうここだけの話、それこそ新海監督はラッドウィンプスとか使いたくなかったらしいですから。だいぶプロデューサーから手こ入れされてるらしいからね。あ、そうなんですか。メジャータイトルにするためにへっていうのもあるので、なんかそういう風に見た。だから面白かったし、よくできてて、いろいろあるけど、そういうある意味分かりやすい娯楽にしてしまってる、なんていうかな、要素が僕は冷めたかな。あ、そうですか。うん、感じですね、君の名は。さあ、この君の名はの動画回数は何回までいくんでしょうか。無理やり締めるな、君は。そういうとこやで、だからそういうとこ。おまきばです、ポンポン。